はいこんにちはこの子猫です。今日の一日一冊は、博士の愛した数式です。寺尾明さん、深津絵里さん主演で映画にもなった小川洋子さんの代表作。何度読んでもいいですね、まあ。とっても胸に響きます。家政婦である主人公は、いわくつきの家で働くことになります。そこには、事故によって脳が損傷を受け、 80分しか記憶が持たない老数学者通称「博士」が住んでいました「君の電話番号は?」と聞かれ「576-1455です」と答えると「ほう素晴らしい !1 億までの間に存在する素数の個数じゃないか!」とそんな感じの数学づけの会話に最初は戸惑いつも ま主人公とその息子、そして博士との奇妙な、でも温かい日々が紡がれていく。という話。いや好きなシーンね、本当にたくさんあるんですよ。まあ、博士は80分しか記憶が持たないので、主人公が朝仕事に来るたびに、君の靴のサイズはいくつかね、24です。素晴らしい。4の会場だ。という会話が何度も繰り返しなされる。 でも主人公は決してそれを毎回のことだからって邪険にしない。毎回毎回真摯に答える。もちろん仕事だからというのもあるんですがそれ以上に博士を一人の人間として向き合っているからこそ、まあ、そういう態度になる。博士が主人公やその息子に数学を教える態度も素晴らしい。わからなくても決してバカにはせず 先走って答えを教えたりせずに、まあ、ゆっくり丁寧に本人が自らで導き出すまで根気強くサポートをしていく。そして答えが導かれた際は、それがどんなに不格好なものでも心から褒める。褒められた人はまるで自らがフェルマーの最終定理を証明したかのような満足感が得られてしまう。まあ、ことを 効率性が求められる時代ではありますがまあ、他の人のために時間を使うってすごく大事なことだと思うんです人と会話をしているときはスマホを置く食事するときはスマホをいじらないまあ、そうやってお互いが大事な人のために時間を共有するまあ、他人のためを思う時間を作ることって実は自分に幸せな時間を作ることと同義なんじゃないかまあ、そう思いました いや本当ね読んでいて心が温かくなる、まあ、非常に良い作品ですのでぜひ博士の愛した数式読んでいただければと思います。とこのようにこのチャンネルでは毎日1冊おすすめ本を紹介していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ